はい、お待たせいたしました。ついに届きました。こちらプレゼント企画に使う、なんだ、なんだ、モカ太郎の動画、いろいろプレゼント企画に使ういろいろなものと、私が欲しかったビデオマイク号です。なので今回はビデオマイク号のレビューをしたいと思います。なので実際に開けていきましょう。これね、最初絶対納品書入ってんだよね。ちょっと待って、納品書確認していい？あ、入ってないね。はい、はい、それではお待たせいたしました。こんな感じになっております。これがね、BOSE のサウンドリンクミニ2と、こちらがバンカーリング、そしてこちらがロードのビデオマイク号、2つ入ってるから、これ1つあのみんなのね、で1つは私の、なのでこの中の1つを今から撮りたいと思います。納品書入ってなかったね。なんでだろう。開けましょう。ちょっとね、周りのものが傷つかないように。プンプンプンペ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 ン。はい、それでは開けていきましょう。いや、すっかり暑くなってきたね。昨日洗濯物をさ、たくさん干したら一気に乾いたよ。はい、ということでこんな感じでみんなにプレゼントするものは、丁重に丁重に丁重に、ホコリがかぶらないように保管しておきたいと思います。ここでいっか。ここに置いとこう。ここで大丈夫だよね。ここでなんかパタンパタンしてるの嫌だな。アースジェット乗せとこう。これで大丈夫、完璧だね。うん、これ大丈夫だね。はい、ということでお待たせいたしました。今回ご紹介する商品はこちらになります。じゃじゃーん。すっごい反射してる、すっごい反射。はい、今回ご紹介するロードのビデオマイク5になります。こんな感じね。割とちっちゃいね、思ったよりちっちゃい。ごめんね、ちょっと反射しちゃって見にくいかもしれないんですが、正面がこんな感じで、側面がこんな感じね。こんな感じ、真っ白だね。こういう感じでね、一眼につけるとこんな感じになるよっていう、そんな感じだね。こういう感じね、かっこいいね。はい、それでは実際に開けていきたいと思います。いやー、楽しみだなこれ。よっと。はい、それではいきますよ。ガチャーン。引き出し式になってんだねこれ。よいしょ、これを引き抜くのかな。あ、こういう感じか。はい、じゃじゃじゃーん。これ空なのでポイします。はい、こんな感じでございます。いやー、かっこいい。はい、こちらがロードのビデオマイク号、コンデンサーマイクになりますね。開けていきましょう。ガチャーン。いやー、かっこいい。私の手をパーしたぐらいの大きさですね。はい、それでは取っていきましょう。こちらが本体です。うー、かっこいい。ガンマイク初めてなんですよね。ちょっとドキドキする。本体ちょっとここに置いといて、付属品先見よう。はい、こちらはオーディオケーブルになりますね。こんな感じでね、引っ張るとビヨーンビヨーンってなる。すごいね、かっこいいね。で、残りは紙ですね。残りは紙です。ここにしましょう。はい、それではこちらのマイクの後ろ、ここにね、穴が開いてるので、さっきのオーディオケーブルをここにぶっ刺します。これさ、向きあんのかな。これどっちがどっちとか向きあんのかな。どっちでも大丈夫だよね、きっと。大丈夫だね。はい、それでは刺します。ここにガシャーンと。よいしょ。はい、刺さりました。はい、ということで準備が整いました。あとはね、これをカメラにパスッと刺せば、プラグインパワー作動なので、カメラのバッテリーを消費しながら声が取れるという感じですね。なんかここすごいグニグニしてる。グニグニ動くんだね。なんかゴムっぽい感じ、なんだろう、プニプニしてる、プニプニしてる。で、ここはシューにつけろってことですね。はい、ということでね、最初ね、これにつけようかなって思ったんだけど、やっぱ GH4 につけたくなっちゃったんで、 GH4 につけたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということでマイクをどこにつけるかっていうと、ここですね。これ GH4 なんですが、ここの蓋をパカーンと開けると、こういう風に穴が開いてるので、ここにさっきのやつを挿したいと思います。はい、ということでどんな感じになったかというと、こんな感じになりました。じゃじゃーん。かっこいい、かっこいいね。ただいまコンデジの映像を皆さんにお届けしております。はい、こんな感じでございます。はい、こんな感じでございます。はい、こんな感じでございます。横これね。はい、横こんな感じ、超かっこいいね。このロードのさ、
この赤みがいいね。かっこいいです。はい、ということでロードのビデオマイクを挿したんですが、これなんか設定とかいるのかな？挿せばもう使えるのかな？はい、ということで撮れてると想定して喋っていきたいと思います。ちなみにね、これはアーカーゲイの C520 のヘッドセットマイクになります。まあヘッドセットとガンマイクを比較するのはちょっと土俵違いなんですが、マイクこれしか持ってないので、まあいっか。はい、ということでやっていきましょう。音質比較になります。まずはね、アーカーゲイの C520 の音声になります。はい、こんにちは、モカ太郎です。はい、こんにちは、モカ太郎です。続いて、ロードのビデオマイク号の音声になります。はい、こんにちは、モカ太郎です。はい、こんにちは、モカ太郎です。続いて、ホワイトノイズの比較に移りたいと思います。続いて、ホワイトノイズの比較に移りたいと思います。ちょっと黙るね。はい、ということでいかがだったでしょうか。ロードのビデオマイク号の音質とアーカーゲイ C520 の音声の違い、皆さんわかりましたか？こちらはヘッドセットマイクの音声になります。続いてこちらがガンマイクの音声になります。皆さんどちらの音質がいいと思いますか？はい、ということでいかがだったでしょうか。これから私の GH4 にロードのマイクが装備されたということで、これから外撮りをガンガンしていこうかと思っております。はい、ということで GH4 の内蔵マイクよりは、このね、ロードのビデオマイク号のガンマイクの方が比較的音質がいいのではないでしょうか。ということで、今回の動画はこんな感じでおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。どんな感じで聞こえるんだろうね。楽しみだな。